い、今ブラックヒースの町に入ってきました。ここも駅があるので電車が来ています。左側線路が見えてますね。ブラックヒース、昔、まあ昔というか10年ぐらい前ですね、義理のお父さんがここに住んでいまして、その頃はよくブラックヒース遊びに来ていました。はい、この左側が駅です。ブラックヒースステーション。あ、え、ステーションこっち、失礼。あ、はい、今ちょっと見にくい、すいません。これがレール。はい、今、メインロードから離れて裏の道に、ね、バックロードを来てます。ま、え、マーメイドケーブ、こんなとこにあるんですかね。え、まあ、ちょっと今 Google マップを見ながら走ってます。あ、こっちから来た。あ、そうですね、一筋。あ、車。この辺は住宅街です。おっと、ここから道が狭くなっていくので、ここもバスは来れないですね。静かな森の中に家が建ってます。この辺から、山を下っていきます。で、左側の景色は、ね、こんな感じです。信号がこんなとこありました。ね、道路工事しているのでワン車線になってます。一信号ちょっと長かったですね。まあ、とても分かりにくいんですけど、道はこれしかないのでこの一本道でつけると思います。はい、ここから、あ、なんかいろいろ観光名所がありそうです。メガロンバレー、メガロンバレー、宿泊施設やレストラン、キャンプ場、ロッジなどがあります。ブッシュウォーキングをしたり、あと乗馬もここできるファームがあったはずです。今日はあの風が強いという天気予報で言ってたんですけど、この渓谷の下の方はあまり風が当たらないので逆に今日はね、こういうブッシュウォーキング、渓谷ドライブがいいと思います。ちょっとくねくね道、スピードを落としていきましょう。カンガルーが出てくるかもしれませんもんね。はい、この白いユーカリが綺麗です。How far? 130 meters。 あ、じゃあもうそろそろ駐車場が、確かあるはずなんですよね。なんかこの辺
あ、ありました、ありました。今サインが見えたんですけど、ストップストップストップ。は、到着しました。駐車場がね、今あんな工事してるので、ちょっと道路に、道路脇に止めました。ここがそうです、マーメイドケーブウォーク。看板がこんなちっちゃいので見つけにくいですけど、はい、じゃあ行きましょう。ちょっと足元が悪いですね。ブルーマウンテンの森の中、ブッシュウォーキング、こんな雰囲気の中を歩いていきます。しばらく下っていきますね。結構急な下りになってきました。一応ウォーキングコースなので歩きやすいようにね、こうして道が作られています。でもここはあんまり人が来ないと思うので、わーわー結構荒れてますけど、あ、ここ、はい、降りていきます。まあ、手すり持ちながらゆっくり降りていきます。はあ、だいぶ下ってきましたけど、ああ、こんな岩の中を降りていきます。あー、すごい、すごいね、ここ、これちょっと、はい、ゆっくり行きましょう。これ降りたらまた登ってくるですけどと笑ってます。わあ、ほら、こんな切り立った岩、グランドキャニオンっぽいです。はい、行きましょう。ひんやりとして空気がとっても綺麗です。風がね、この辺は入ってこないので、まあその辺は昨日のあのリンカーンロック、いや、あそこほんと大変でした。よいしょ。まあ帽子が飛んでいったんですけどね、崖の方じゃなくて反対側に帽子があの飛んだので、なんとか夫が拾って無事でした。はい、階段降りて、あ、滝があります。あー、ここすごい、ちょっと周りの風景、今ね、この階段を降りてきたんですよ。あ、じゃあ滝の方に行ってみましょう。マーメイドケーブ、まあどういう名前の由来があるのかは分かりませんね。え、マーメイドが出てきそうな雰囲気ありますかねはい、大きな岩の下に出てきました。あれ、ここ滝の下通れるのかな。どうする、どうしよう。でもあそこ道があるようなないような、行けるのかな。
はい、ハズバンドはここから先は滑って危ないから行かないと戻っていきましたと言われると行きたくなるんですけど、でもちょっと下が濡れてるな、滑るか、ここさえ登れば多分大丈夫、よし行くぞ、ゆっくり行くぞ、行けます、いいよ、行けます、濡れてるからね、これ滑らないように、はい、ちょっと今腰を低くしてゆっくり進んでおります。なんかなんとか探検隊っていうね、昔テレビがあったような気がしますけど、あー来ましたよ、ここちょうど滝の下に降りてきました。あ、私を見捨ててあっち側から下に行ってしまった。まあね、ゆっくり行けば大丈夫です。はい、風がないからね、行けます、滑らないように、よいしょ、あ、行った行った、はい、もう大丈夫です。今日はまあ簡単なね、ブルーマウンテンの紹介をするつもりだったので、トレッキングシューズ履いてこなかったんですよ。普通のウォーキングシューズでもなんとかなります、なりました。ちょっと道がね、ほらこんな狭いとこ歩いてるので怖いんですけど、おーっと、ここ でもこの景色はとっても好きです。ちょっとネパールを思い出します。よいしょ、ああこの岩、頭をぶつけないようにね、背が高いと大変ですね。ああ広いところ出てきました。ここがマーメイドケーブ、意外に簡単に来れたので、ね、ちょっと電車ではここに来るのはかなり大変かもしれませんけど、もし車レンタカーで来れたらマーメイドケーブ、あの Google マップには名前が載ってますので、ね、それで調べながら来てみてください。で、誰もいないです、本当人がいない静かなところで、一人だと怖いですね。何人かでね、一緒に来た方がいいです。よいしょ、そんなに寒くもないし風もないし、空気がとっても綺麗です。じゃあ降りていきます。あー、OK、 Yes、 Yeah、 OK、 あ、ループになってるのでね、旦那さんと合流しました。なんかね、この枯葉が滑るんですよね。はい、あ、でも大丈夫です、行けました。一周でだいたいまあ10分15分くらいですね。ちょっとあの滝のところが濡れているので足元だけ気をつければ全然、大丈夫です。
ね、この辺はほとんど太陽の日が入ってこないので、ね、緑がこういう苔がすごく綺麗です。というところでした。じゃあ車に戻ります。はいはい、行きますか。ショートカット、ここすごい良かったです。ではこれからまた登って、山登り、山下りの後は山登り、あ、ね、向こうに道路があって車の音が聞こえてます。はい、そして今私は滝の下に来ました。まあ水は少ないんですけどもね、逆に水多かったらあの滝の下多分通れなかったと思います。マーメイドケイブを出発しまして、せっかくなんでこの先にあるメガロングバレー、はい、そちらの方ですね、ちょっと行ってみたいと思います。10分ぐらいで行けそうなので、はい、行きます。え、あ、さっきの、ね、ここに出てこれるみたいですね。はい、